あのですね今日はヒップーさんにもお願いがありましていいですよヒップーさんにはでもどうしようもできないと思う可能性があるんでどうしようもできないお願いもしかしたらですよ国とか県とかにちょっと聞いてほしいな <laughs> そんな大規模な話 <laughs> そうなんですああまあ個人的に大規模っていうかお願いなんですけどはい、はい、僕は銃弾拾ったんですよえ銃, <laughs> 銃弾を <laughs> あの弾ですね弾は ちょっと実家で掃除してたら拾ったんですよ、うん、落ちてたんですよ <laughs> いやー俺まあまあの事件やんのや <laughs> そうなんですでもまあなんていうんですかね、うん、僕ら世代ってそんなびっくりはしないじゃないですか分かります何か、うん、見つけてもびっくりはしないちっちゃい頃僕も散々見たんで見てる、はい、もう何だったら僕あれですこれ行ったかなもう僕多分ですけど あまりにも昔の話すぎてあれ夢かもしれんなと思ってるんですけど支流、はい、弾も見つけたことあったんです俺、はい、<laughs> ちっちゃい頃にまあでも泣きにしもあらずだよなそうなんです、うん、あの闘牛場あるじゃないですか、はい、あっちの草の方の川の方で遊んでたら、はい、なんかちょっとちゃんと整備された下水道川に流れ込む下水道の方の歩いてたら、はい、変な者あるなと思ったらい近くに行ってみたら我々がよくしたのパイナップルみたいなボコボコ あれが3分の1ぐらい出てるんですよ「<ー>あこれ爆弾じゃないか」っ,って友達3人ぐらいいたんですけど「あ本当だこれ爆弾じゃないかーうわーい」っつってどっか行ったんですよ <laughs> <laughs> もうだ記憶が今どうなったかもわかんないし <laughs> おもちゃだったかもしれないしちょっとわかんないですけどで<ー>もそんなには驚かなかったんですけど「あとで処分しようと」と、うん。とりあえず掃除終わって そたまっなつってそうどうなってしょどういうゴミやんばと思ったんですよ最初そしたらあれあっちが違うと思ってテレビでそうい見たけどこれ警察案件だってやっぱり最初いやそうですよそうなんですよ警察に連絡しないとと思ってで連絡したんですよ見つけたんで「ここですけど」つって「じゃあ今から伺いますんで」みたいに一応来て。 でまた1時間ぐらいこれどこで見つけたんですかとか調書取ってなんかそうそう指もさして写真も撮られてそうですよっつってそうなんですよでやってこれで引き取ってもらって「ご協力ありがとうございました」とか言われて「ああいうもん別にそういうもう当たり前じゃないですか」みたいな最初変な処分しようとしてた男だったんですけど危ないじゃないですかあんなもんねで一応処分しああよかった」一安心だったんですけど1か月後ぐらいなんですけど連絡あって警察から。ううんん 前の話中断の件でって「あ,あはいはいもう少しちょっと詳しく話聞,聞かせてもらっていいですか?」って「あ,あいいですよ」つって、うん、でまた大体同じぐらいの話というかないよ「どこでですかどんな感じですか?」とかはい、はい、ちょっともうちょっと突っ込んで誰か周りに「鉄砲持ってる人いませんか?」とか言われて「<laughs> いや,<ー>いや僕の周りにいないですね」とか言われて「はい、あもうあそうですか分かりました」っって「あやっぱちゃんとしっかり調べるんだな」と思って当たり前のように。 普通に一般的に考えたらですよ僕らがちっちゃい時によく見てたのは例えば軍払い下げのお店とかはいはいはいそうですよあんなところにいっぱい普通に売ってたじゃないですか売ってましたよ玉なん当たり前ののの本物やつそ類じないの？と思ったんですけど一応最初の調べでは本物らしくて「あ本物ですね」っつって連絡あって番号も全部チェックしましたんで。 そしたらまた何か連絡あると思うんですけどその時またご協力よろしくお願いしますいはい、はい、ああいいですよっっ<い>そしたらまた数週間また本当に連絡あって<い>前の銃弾の件ですけどああはいはい何、はい、か他にあるのかなと思ってあこの銃弾も事件性ないですねって言われてあ、うん、はあ、はあ、そうですか,よかったです、ね、ありがとうございますつってそんな丁寧に言うんだなと思って、まあ、も,もしかしたらほらどっかから流れ弾が飛んできた。あ なんかとかそうなんですよ。どっかで亡くなった銃弾が届け出られてそれかだったかもしれないとかいろいろ調べたんでしょうでも何もなかったから「うん、あ事件性ないですね」って言って「ああそうですかよかったです」っつって「あ事件性ないんでこ近所さんにお返しします,す」なんでよや <laughs> <laughs> おびっくりして! <laughs> いい」いい「ええい,いや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 いいやいやいいいいやいやいやこっちは処分したいから警察呼んだのに <laughs> <laughs> これそっちがやる案件じゃないの?」って俺思ってたんですよ。 どうするわこれ戻ってきてきちょっとパイクって「えっこれ戻ってこれるんですか?」って「<laughs> そうなんですよね」つなんかめちゃくちゃ停止せないなんですよずっと、はい、最初の連絡あ連電話の時からなんかもご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 するしなん,やなんか予感あったんですけど<前>、ね、じゃもう一回指示します、うん、あそうまあそうですかちなみにこれ一応戻ってきた場合にどうやって処分するんですか?」っつって「あ 一応あの専門店がありますんで、はい、そこに連絡してご自分で処分してくださいって言われて、うん「ちょっとお金も出ますけど」みたいに言われて、うん「ああそうなんですね」っっこれ自分で処分するんだ」と思って、はい、で一応その今度また家に来てこの返しに玉を。 警察本物の警察も手帳も見せられて、はいはい、じゃあこれですね銀城さんがこれですよね。ああそうですね番号も全部チェックしました。ちょっと外してますけどみたいに言われて、これお返ししますんで、あはい。あとあのど僕どこに連絡したらいいんですか。なんか専門店がして,てるところ、そうそうこのところ。これここここですねって電話番号も書いてあるのをちょっとメモとか渡されて、ああよかった。ありま,まあ丁寧じゃないかな。そうなんですよ。ああそうなんですよ。 またちょっとお金出ますけどね「じゃあご自分で処分してください、はい」普通に捨てないいでくださよみたいなちょっと「<laughs> 何が面白い場合や」そうなんですねつっ <laughs> て,て自分で処分しましょうとはいで連絡したんですよその,その言われた電話番号にはその時もちょっとお店によてちょっといろいろあったんですけどまあまあここははしょって、はい、であの僕どういうあの経緯で あの、銃弾処分したいんですけど、どういう経緯なんですか。<laughs> だよ <ね S 2>、実は警察から帰ってきたんですよって <laughs> <laughs> あ。あ、あ、はははは,は、ってちょっとニーガバレーったんです。うん、で、こっちも訂正ちょっともごもごしてるんですよ。なんなん、なんなんかなと思って、こんな感じだったの、そういえばって思い出して。 であのー、いくらか出るって聞いたんで準備したいんでいくらぐらいですかっと聞いたんですけど、はい、あちょっと出ますねつって言、はいえっとでで柔軟一発で100円ですねって言われてああそうなんですか、ね、100円でいろいろちょっと経費込みで、うん 1>, えー、1万数千円ですえっと思って「えっちょっと待ってくださいこれ1万数千円も出るんですか処分代で」って言われて。 あちょっちとまた逃がれそうなんですよ、はあはあってや、まあ、は,はあら <laughs> んそれかと思ってやらったん全員にはやらったっさと思って <laughs> あそうか警察も捨てたらこんだけかかるからもうどうでけ捨てさせれってなったんだ分からないですけど、まあ、ルールがあるんでしょうけどああちゃんと言わないんですよ誰もいくらって <laughs> 言ったら絶対分かってただろうと思ってもう考えられないと思ってそうなんですよ なんでですかって高っいや実は沖縄には処分する場所がないと、うん、内地に持っていかないといけないと。うん、で郵送代とか多分なんか九州かなんか鹿児島かなんかどっちかって言ってたんですけど、うん、もう俺の頭が真っ白になってるんで <laughs> 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 持っていかないといけないから、うん、で集めて1年に1回ぐらい。うん 持っていくらしいんですまとめてコンテナ代もかかるとか言われて「はマジですか?」って言われて「1万ちょっさかかるんすね」って言われてもう,もう俺はちょっとパニックになってますよねまあまあでもしょうがないからっつってああまあ一応今週なんですよ今日月曜日なんで今週持っていくんですよ。これ,これごめんね、はい、持っといたらダメやんば そうなんですよ<っ>だから何もそこも言われんかったから1万円なんか別には何かもうペンダントにした方がいいやろや <laughs> そうですよ、ね、マジで <laughs> もう恐ろしくてですね1万ちょっとラジオなんで言いますけど、うん、ラジオなんでっていうか本当、うん、俺の芸能活動のですよ、うん、月収の1.5倍ぐらいなんですよ <laughs> 1>, 1万超えると <laughs> 皆さん、まあ、例えば聞いてる人がね 月三十万給料もらってるとしましょう。<ー>重大処分してくださいって言われて、三十 <laughs> <ー>数、四十万ぐらい払います。そんな、払わないです、ね。いいこと、俺、いいことしたら、ね、金払え。全然払わないです。<て> もう人助けしたのに、ああ、うん、近所さんのおかげで助かりましてよ。ああ、俺とは言っちゃなんですけど、うん、お金くださいって言,い言われてるみたいなもん。そう、そうです、ね、でよやってなるじゃないですか。ハブつかまえても、なんか役所持ってたお金もらえる。そうそうもらえるよね。ああ、そうそうそう。お金取られるんですよ。ハブ持ってきて、なんか、ありがとう、こんな命が一万円ねっつって。なん <laughs> <laughs> でよや。なるよな。もう意味がわからなくて、こんなされたら。もう。 今後拾わなくなるじゃないですか。た分持っていかんよ、多分 <laughs> ねえ、お前、一発一万円かかるんだ、捨てるのっつって。びっくりするじゃないですか。そこでですよ、ヒープーさん。は, <い S 1> はいはい、あこっからか。ヒープーさんに、<うん S 1> 沖縄のこの処分所作ってほしいんですよ、ヒープーさん。お前、フラーカや。<laughs> <laughs> そしたら、数万円かからないんですよ、郵送代とかお前、フラーカや。ってなでとか分からないけど。マーケチクイゴリやびっくりしません、沖縄にないんですよ。 もう沖縄ってだらけじゃないですかそうなんであんな方わっいっぱいあるのにお願いしますどういうことえ待って待って待ってこれこの玉は中入ってんの入ってるんです俺一応5発見つけたんですよう万円やしいや多分一発全部でだと思うんですよ全部で1万数千円だと思うんですよ一発は薬莢だけなんですよからあとは先っちょがあるんですよ 本物ですねってもう警察飛んでないやつってことかじゃじゃあペンダントにはできんな薬莢はもしかしたらできる可能性があるんですけど一応聞いて、うん、あっちの人これは何でもらっていいんですかとか、まあ、俺は捨てる予定ですけど、うん、あんなお店で売ってるのが薬莢であるぐらいなんで、うん、じゃあ、うん、もらえるんかなとも一応思ったんですけどもうとにかくおかしいと思いません沖縄作ったったなななんんでいかてずっ 思っったんですよその時からからおしいねびっくりだみんな最初でなんかモゴ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 しと思ってでもあれだな <laughs> これ作ったら儲けそうだな処分場なそうですよな<あ>もうそういう何て言うんですか個人で作ってああそしたらボンボコ出てくると思うんでボンボコ出てくるよもうお願いしますび,びっくりしません俺本当だからもう今これ処分場今から作っても全然もう,、うん、もう遅いからもう最終的にもう地元医に出せ <laughs> 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 もういやお金取られるレ<応>ベルの話じゃないですか逮捕ですよ <laughs> いやでもだから俺が悪い人だったら返す方も返す方じゃないですか、まあ、だからわからない要は実弾なんだろう<も>実弾ですよなんで人一般市民に返すのかなもうびっくりですよねだからここだけがまだわからないんですよね俺が本当に俺じゃなかったらやばくないかなと思ってね、まあ あれだ弾だけあっても別にね、うん、銃がないと銃は銃ではないのであれかもしれでも中入ってんだろ入ってると思いますよもうだいぶ古いんですけど、うん、見た感じはいやこれそ,そもそもよ、うん、どこの何の弾やんば分かんないです多分ライフル系ですねテレビでよく見るようなあんなこんな味まあい,いな 何セセンンチチですかこれな5センチぐらいい長いやつね先っちょがとんがってるやつあれなんですよやっぱあの払い下げとかにんなこう乱暴が肩に巻かれてる <laughs> いやそうですな肩に巻かれてるあ,あ,あれが5発ぐらいあるんですよ見つけたんですよ拾ったんですけどもしかしてお前なんか父ちゃん、はい、乱暴だった <laughs> 乱暴から俺は生まれないっすね俺みたいな三菱に行ってたもしかして全然 <laughs> 行ったことはないと思いますけど 父親がいやがや,や,やそうなんですよ弟かやっぱり分からないだからもしかしたら俺かもしれないじゃないですか小さい時にさっ,ってきてなんかどっか家のどっか置いた可能性もありますしあ<ー>分からないんでこれも一応いっぱい聞かれたんですけどどうするそのそれあれだろ多分この間タイで壊れたなんか、はい、倉庫かなんかあんなところに入ってたんだろそうなんですよ だから敷地内もんだから戻ってきた可能性はあるんですけどもしかしてや、はい、もうちょっとちゃんと探してみ、はい、なんかちょっとしたらくるって回る <laughs> 隠れ部屋みたいな隠しドアみたいな行って行ったお堂がもうぬうがら CIA 風神のなんの一般人として結婚生活してますけどみたいな。 近いったトム・クルーズが行くみたいな,なんかもいろんなのがあるかもしれんのやデイジすっごいパソ,パソコンというかコンピューターとかそうそう世界各地の時計があってかね <laughs> いや全然ないそんなもん全然ないですからなんかないや本当誰かお願いしますよ沖縄、まあ、聞いてるまあ政治家の方でもいいんですけど多分あれなんでしょうね本当にその沖縄戦の時の。 か日本軍かアメリカ軍か分からんけどどっちかの弾ってことなんですよねんす多分ね。なのかも俺が拾うってなるともしかしてこう軍施設での近もういっぱい俺軍施設の方でもいっぱい見たことあるんでめっちゃ近いからな。もう目の前あるんでジャラジャラしてるの見たことあるんで<ー>空砲だったと思うんですけど<ー>拾って持ってきた可能性もあるしあ<ー>戦後の話かもしれないちょっと分からなくて。 いそうしえやだからいいことしたのにいいことしたのに金払うってあります本当これ本当に分かった、はい、じゃあそのまま置いとくようではダメなのまあ分からないですねまあ多分ダメ処分してくださいねとは言われたんでニヤニヤしながらいやでもいつまでとはもちろん言ってもないですしあっち側からは、うん、俺も嫌ですよいつ暴発するか分からないじゃないですかまあ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  もう買ったところに一応置いてはいるんですけど <laughs> いつ飛んでもいいように <laughs> もう怖いもうだからこれ持って俺また中部にあるんですよ議論案にはい、はい、処分ジョンマスから車に置いてですよ <laughs> <laughs> 死に怖いじゃないですか <laughs> ガタガタしたもう,もう最悪ですよバーンっ <laughs> もうデイジヤバイじゃないですか <laughs> だからもうまあでもどっちみち俺は処分しますけども いやークラウドファンディングもしようかなと思って <laughs> 先生いいことしたんですけどお金取られるんですよ誰か助けてください1万数千円上限1万数千円ですっつって <laughs> いいなま捨素きれんからクラファンやるっていうなそうなんですよでもなどういうプレゼントしていいかも分からんしもう穴掘って埋めたら <laughs> もうまた誰かが見つけるまでっていうことですかああるよよってからよ <laughs> シルエの荷掘ってから埋め投げ。ってくださいこれヒーさんこれもしかしてまあ我僕のね、はい、家の周りっての愉快な仲間たちもいっぱいいます,いいいますよ。あっぺたら逆にやられてた可能性。おまんかい打ち投げっつって勝手に入ってきて置かれた可能性も泣きにします <laughs>。逆か。やられてる方がお前。もしかしたら恐ろしいっすよねうこうだったら<う>まあまあでも調べて何も出てこなかった。 たらしいんで事件性ないっていう警察のお墨付きもいただいてるんでね、まあ、ほとんどないでしょうけど事件性は、ね、そうですねあ<ー>、えー、まあ頑張りますよもう今週お金月収ですよ月収オーバーの金を結婚指輪でもないんですよ <laughs> 俺のはこれは <laughs> 別に月収の1.5倍恐ろしいなぁマジで本当に 気を付けましょう。本当誰か作ってください。マジで。本当これ。ならではかもしれんな。本当に確かにそうですね。やりましょうか。はえヒープケージャージのダルバ。ーヒップ。あ、間違いました。失礼失礼。いいよ。続け続け。もう続け。ソマミをください。ヒップケージャージの定規を出しまもう一回。定規を出しました。ないや定言投げそうんどうや。 あの病気やけなんですよああこのコーナーはリスナーが日頃気になっていることや世の中に物申したいことヒープとケージャーズの2人に聞いてみたいことをつまみにおしゃべりしますということでじゃ早速回していきましょうくしゃみはいくしゃみヒープさんケージャーさんお疲れ様です T14 ですはいお願いします っつってびっくりマーク20個ぐらいつくボリュームマックスのおじさんよくいますよねあれってなんであんなマギアビするんですかねデリカシーがなく少しは周りを気にしてくしゃみした方がいいかなと思いますお二人どう思いますかもしかしてお二人も周りを気にしないボリュームマックスはですかいや気にするよそうですね一人になったら俺フルマックスいきますねあ人がいない時はね自分でもちょっとびっくりするぐらいでかい時があるんですよ やっぱり、なん、なん、なんでね、お、これがちょっと、普通に、普通のものより。もうプラスして大きくしてんの?。わざと。何の可能性があるんですよ、<うん S 1> なんか、あ。あ、式使ってだったなみたいな、お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 。でも、そうじゃないと、出ない時があって。すっきりするために、わざとやってんの?。あ,あ、それもあります。それああ確かにね、思った以上に出る時は一応ありますけども。まあ、確か、せっかくくしゃみするんだったら、ちょっとなんか。 オーバー目にあった方が、なんかいろんなものが出ていくような気がします、ね。ちゃんと、ちゃんと、そうそう、引っかかりとかも出してくれるんじゃないかっていうのありますけど。あ,あとおじさんはこのくしゃみのあたり、いっぱいつくよね、なんか言葉。あ、ああ、あ、くしゃ、くしゃみはな、はっしゃ、ご存知、ありますね。セリフがつきますねい。いくつかつきますね、確かに。うん あれも沖縄独特ですかね。ないやなんか内緒も言うねえクソ野郎この野郎みたいな内緒の人も言うんじゃないですかそうなんですね。わかんないですけど。まあ沖縄もまあありますけど。独特スケイていますね沖縄ね。あいますね。そういうまじない的なも。他でもはい。あのまあわざと大きくやる人はあれですけど、女の人で我慢する人いるんですよ。あはいはいはいもうみんな我慢します。みたいな。はみたいないや絶対体に悪いお前っつって。ああ確かになんかこう。 すっっしないですね聞いね聞てるこっちは目から出そうなの分かる <laughs> あなんかつながってるさ鼻と目ってはい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 目の真ん中の目からなんか出そうな気がする、ね、確か鼻つまんでますもんね空、うん、気が出ないから <laughs> みたいないやいやこれやめてこれなんか確かに目切っかわ愛くねもうクチンとかでやってくれた方がいいあまだそうですねちょっと出してくれた方が口、うん、は嘘ってえっうソってクチンってやるくしゃみウソってよそいきって マジですかこれもちゃんとコントロールしてるってすげえなぁお違ったらハッしャブやるんですねしかも違うまあでもそんくらいじゃないとくしゃみってねじゃないような気がすっきりしないですけどねじゃ続きまして青汁はいチュノツジビカ儲け立ちですあ、はいひプさん梅おにぎりさんこんばんは懐かしいです。初期の芸名 <laughs> 術後の体調いかがでしょうか、はい、ところでお二人は青汁って飲んだことありますか、うん、その見た目のインパクトと昔 CM で「まずいもうもう一杯!」と流れていたほど苦かったそうですが、はい、今の青汁はとてもクリーミーで味わい深く手軽に野菜の成分がとれ便通も良くなり術後の梅おにぎりさんにも強くおすすめします <laughs> ありがとうございでもうイカスミ汁を食べた後のおトイレ事情みたいに最初はびっくりするかもです。 お二人の健康に気をつけていることって何ですか。それで放送頑張ってください。はい、あさす。あります飲んだこと。僕はもうほぼ毎日飲んでます。え、お前も。はい。まあ、どれぐらいですね。200ミリぐらいですか。苦い。苦いやつと、うん、あと日替わりでこのなんていうんですか、豆乳が入ってるみたいな、の日替わりでちょっと飲んでるんですけど。毎日、はあはい、飲んでる。はい。うん、一応苦いですけど、どうな俺は全然別に普通ぐらいですよね。レジ健康の気使ってるし。めちゃくちゃ使ってますよね、ね本当に。 ああ納豆からあ納豆のも食べてるなそうなんですよだからもうやっぱり野菜っていうものをあんまり食ってないんでうん、うん、納豆は食いますけどだからもう青汁ってよくテレビとかで言うんで じゃいいんじゃないかと思ってそこからの飲んであいいじゃないですかそうなんです。うん、苦いけどまあまあ大丈夫なような気がしますけどうちはもうなんか僕じゃないですかうちの妻がもうなんかいろんなサプリ準備してくれますよこの朝もなんか、ね、はいはいはいこれだけ飲んでねっ,つってあいろんなれあれってサプリって一個まくせというかなったらもうきりない感じしませんお店にもいっぱいあるじゃないですか,あ,<ー>かあれもこれもそうなんですよ あれきりないからみんなどうしてんのかなとしかも高いし、うんまあ、うちはいろいろ調べて同じ成分のやつでも例えば安い方から買ったりとかしてくれてるみたいですっとまあ普通に栄養分というよりは何かが性疲労を和ら,べ和らげるとかくしゃみ直すとかそういうのがみたいですよ。なんかそういういか でかいのも一応あるんです。そうそう、そう、そう、そう。そういうの。ですよあれ、不思議のあれな、あれ、多分外国産なのかな。デージ粒でかいのわかる。あ、わかんないです。なんか外国産って、デージでかいんですよ。あ、そうなんですね。粒が。うん。ええ、お、あんまり。どれ、どれぐらいって言ったらいいのかな。本当に、あの。日本の刑事の拳銃の弾ぐらい。あの、まライフルじゃなくて。そうそう、そうそう。あれぐらいやろう。でかいですね。 飲みかんてんすんばやくと。あ、なんでですかね。わからん。も、だから、俺言った、この飲み物だったら、二三百ミリぐらいの大きいやつだけど。ギュッとしたら、それぐらいってことになるんですかね。もうちょっと技術、今発達してるんだけどなん、飲みやすく。もしかしこれ半分にして、二倍にすればいいじゃんって、俺思うな。あ、そうですね。二粒飲んでくださいとか、そういうやつですね。でかいんですよ。いや、まあ、健康だったら、飲んでもいいかなと思いますよ。続きまして。 沖縄の緩いところ、はい、え東京から春アットマーク沖縄中毒ですうち、はい、の歩と結婚して三十数年沖縄の定型さんも十分理解してますがまだまだ驚か,せる驚かされることも多々ありますお二人もさすが沖縄って感じることって何かあるんでしょうか少し前ですが自分が感じたのは飲みに行った帰りに読んだタクシー 若い運転手がすいませんまだタクシー乗って3日目なのでナビで住所入れさせてもらいますねって言った彼の格好がグレーのスウェット上下だったのにはえーさすが沖縄と思いましたトーク力あった彼まだタクシー乗ってるかないやこれあんまり沖縄で見ないけどなスウェットってそんなラフなの今時はないっすねタクシーかましたんじゃないかタクシー泥棒だねこれついでにちょっと小銭を稼ごうかみたいな いや確かにそれは珍しいですね<ー>個人でもない気がしますしどうなるおきゃでも住んでた住んで育ってるんで、うん、よその人に言われんとあんま分からないですよねやっぱりでもルーズなのは確かにルーズかなとは思うんですけど前も言ったかな「ドアパンチされたおじいが大丈夫さ」ってあおじいから言うんだよな言ってましたね<ー>そういえばこんなの結構あるわけよ <laughs>

何回かこう点滴というかもういっぱい刺されたんですけど結構もう最初に言われたのが私2人ぐらいはいたんですけど「今日刺しますんで点滴」まだ1年目なんでって2人ぐらい言うんですんでわざわざ言うのかなと思ってたんですけどなんか僕も勘違いしてたんですけど刺すじゃないですか血管に。で抜くで跡が残るじゃないですか。でここ見て ああじゃあしてますね同じところからやりましょうねって言うんですよ。おうおうで俺はこれボケと思って最初、うん、なんかい痛いっていうか嫌じゃないですかなんか前の穴か変なか変な感じしたんで「いやじゃあ別の方でお願いします」って言ったら「おうおうなんでよ」とか言われておうおう元気な女の子だったんですけどでその後にも来たんですけどその後の人も同じこと言ったんで<う> 同じ穴から刺すんだとか思ってえー知らかかっただから最初は沖縄っぽいなと思ったんですよ1年目なんでミスしてごめんなさいねみたいな言い方するから思ったんですけどでも彼女たちは本気でやってたんだなっていうのが分かってなんかそんなのはありましたねただまあ別の話ですけどまた刺された3回刺されたこともありましたねいったいってたなてあ間違ったごめんなさい <laughs> あ間違った <laughs> <laughs> まあこれは沖縄だけではないと思います <laughs> 僕はまあまああもうやっっっててくだださいって感じだったんであと沖縄の人ってこのなんかつながりがすごいから全然知らん人でも「日ブさん、えー、いつも見てるよ」って言って声かけてくるんですよ。ね、はい、でその後に「俺わかる俺日ブさん同級生の誰だヒブさんねあれとえかい?」。

まあまあ元気で声かけてくれるのはありがたいですけど、ね、よろしく言っといて <laughs>、ね、小木さんによろしく言っといて、ね、これありますねこれ地元あった地元の先輩だからさよろしくこれはもうよくあります一、ね、回もよろしく言ったことないですよ。<laughs> そうっすねタレント同士もそんなに頻繁に合わせて説明しようがないんだねままあ、まあそうす、ね、お前ら地元の同級生の C 社と会ったけど大が分からんさ <laughs> シリエンサーだってそう実際に行ってもへえぐらいしか書いてこないんですよねわ、えーか,ね、からないんで確かそうそういうそうもうりますね続きましてカブトムシそう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 そい 毎朝上司が利用者と一緒に玄関先の掃き掃除や花壇への水やりをしているんだけどある日上司が売りうまく湯すスケにあげなさいっつってカブトムシ持ってきたわけさんおもちゃのカブトムシではよく遊ぶけど本物は初めてどう反応するか楽しみやすさ帰宅して見せると最初は軽く湯でツンツンそれに反応したカブトムシが動くと怖い怖い嫌だと逃げる3歳半パパ外に置いてきてというのでじゃあ一緒に行こうとちゃんとバイバイしました。 初めてのカブトムシ初めての昆虫3歳児にはまだ早かったかやお二人は子供時代の初めての昆虫エピソードがあれば教えてとらしていや昆虫に関してはもう人生かけて謝罪したいですね僕まあヒップさんもそうだと思いますよもう大虐殺ですよ言った <laughs> 申し訳ないんですけどこれはもう夏場になると今でもそうじゃないですか子供も、まあ、もう無資格持ってあ<ー>まあそっかそういう時代実機かなって、はい、本当思うんですけども 俺の友達もっとしたもうラジオで絶対言,わ言いませんけど「<laughs> アタック」とか「ジャール」とか「分かります分かります」で、はい、もうやって。はいはいはい はい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 恐ろしいは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 ははいひどいはいいいうちの周りも僕も含めてやってましたからね <laughs> ひどい <laughs> あのー、もうひどすぎるもセミもあれですよセミとねこう仕込んでーバーンですから、ね、いやもう察してくださいよ皆さん本当にもうこんなんだったんでんひどいもう しかないいとうかなんで子どもの時ってああいうことすんのかなそうなんですよねだから今みたいのメールのように怖い怖いっていう感じはほぼなかったっすあ変な話もうそれはよくないことですけどそういう昆虫の犠牲があってあやっぱりこんなことしちゃ駄目なんだなそれはありますねそういうのは一応学んでるつもりではあるんですけど今確かにそうですからいっぱい噛まれもしましては逆にうちにも刺されましたた。 そういういトカゲ類にもバンバン噛まれたしいろいろありましたけど僕なんかなんかヘビいたんですよ毒ないやつちっちゃい赤ちゃんの、うん、これも家の近くにいてやっぱこう集まってガヤガヤやるじゃないですかもう,こうささ噛まれましたよ血出ていっぱいチューバーはやっぱチューバーでしたね <laughs> 昆虫ではないんですけど痛みはな<れ>痛み草山だからな死に山だからな。<laughs> 何が住んでるか分からんみたいな山だからな。そうなハブだったらもうデイジーなこと子供の時って何でか分からないですけど、ハブかハブじゃないかって何でか分か,分かった気にします。色と頭の形ああやっぱこれどっから習ったか分からないけど、赤または一番よね。赤または一番やね。赤または一じゃな赤ったは一番やね。病院関やそうなんですよ。<laughs> かひどい、ひどい思いでしかね。そうですね。はい。はい、はいえー。はい、そうですね。は,すねはい。時間ですね。このコーナーで、皆さんから投稿テーマをメールで募集しております。何を話すか、寄せられたつまみの中から、ルーレットで決定しますよ。参加希望の方は懸命につまみ、本部につまみの内容と、ご自身のエピソードを書いて、番組まで送ってきてください。以上、つまみをくださいのコーナーでした。フリーのメッセージが来ております。はい。それはですね。うん、ええー、ゆいゆいさんからます。はい,は,いはい、はい、はい。 えー、さん、お仕事復帰おめでとうございます。うん、ありがとうございます。最近、ダールバーにメールしてないから、忘れられてるかもしれない。ゆいゆいです。ラジオ、沖縄に来る予定があったので、えー、少しですが、復帰祝いです。大好きなサバを食べて、元気にお仕事頑張ってください。とはいっても、病み上がりだし、えー、流行あ、流行り病もあるから、引き続きご自愛くださいませ。また気が向いたらメールもしますね。ということで、ありがとうございます。よかったし、いやが大好きサバ。サバの瓶詰めのやつ、2ついただきましたいや、いや言っとくけど、いや、これデータかやんどうやん。 ですよね。ね<え>いや最高、本当にありがとうございます、すゆりさんありがとうございます。はい、メールもまたお待ちしてますね。はい、はいえー。さらに来てますね、えー。北海道のサブレーヌさんからいただいてます。はいはい えー、ヒープーさんケイジャーさん皆さんこんばんは、うんえー、晩ご飯をしながらダールバーを聞いてました、うん、ケイジャーさんずいぶんハードでしたね、うん、ケイジャーさんにはスーパーの活動やお仕事が一番の薬かもしれません少しずつ普段通りに過ごせるようになるから <laughs> 無理しないでも大丈夫ですということで、うん、ありがとうございますスーパーの活動では,、ね、<laughs> ではないんですよ普通にただ買い物してるだけですからねなんですよ生活のために買い物してるだけなんで <laughs>、はい、まあそういう反面もあるのかなもしかしたら、えー、続きまして、えー ヒップさんケージャージーそれから皆さんお疲れ様です。ラジオネームシャバドゥーンです。はいどうも早速ですがケージャージーお帰り、えー、待ってたよして手術したってデベソを切ったのどちらにしても病院エピソードも死に面白かったからただでは転ばないさすがだねまたこれからもよろしくねということでありがとうございます。はい、お腹の方一応切ったんですけど、はい、逆にデベソみたいになってるんですよ。はい、ああそうか。合わ <laughs> こうギュッてしてるから可能性もあるんですけど、しばらくはちょっとはい出てる感じはしますけども、まあまあまあよくなるんじゃないですかね。まあそれはねもう良くな,らないと思いますよね。いもいろいろと本当に皆さんご心配おかけしましたけども、<うん S 1> ありがとうございました<は>いということで、はい,はいえということでえーメールあー曲ですね <はい S 1> 行きたいと思います。<はい S 1> えっと僕はですねピアノアイさんからいただいてますね。<うん S 1> これも沖縄のバンドでですね。 沖縄のバンドはい沖縄のバンドでもうガンガン活動してますね特に沖縄中心でかななやってますはいはいもう最近もイベントを立ち上げてや毎年やってんのかな立ち上げてもう当てていいもうその2文字だろあっいや違いますあ違う違いますえっとですねあっ あれかあっちのほうかじゃあ、あのー、数字入ってるか数字が入ってますね。あはいはオッケーオッケーわかりました。それですねそのた方たちの曲ですね。はい僕はですねミーバイマルバイさんですね、はいはい、最近はあまり聞かなくなったねって書いてますね。懐かしいあれかな。えーっとですねツインボーカルですね。ツインボーカルはいかっこよく言うと。はいはいはいもう、はい、いくつかありますけどえーっとですねお笑いです。 お笑い。あ。旅とか行ってました、旅。旅とか。あ、えっ、ー、と、です、違います、もっともっと<う>もっと先輩です、僕よりも先輩です。わかった。その、もう、もう憧れんですよね、たくさんの人が。かええー、まあ。いわゆるコンビ。コンビですね。はい。まあ、でも、コンビね。あ、そうですね。何組かいらっしゃいますからね。先輩でも。ほうほうほう。で、二人で歌ってるんですよね。二人で歌ってます。 もうこれしか出てこない。はい、わかりました。とりあえず買った方の。リクエスト曲をかけますので、はい、じゃ。行きましょう。あります。最初はグー、じゃんけんパー、あけ。うわ、ここで久しぶりのアイコンになっちゃいましたね。はい、ということで、ディレクターのリクエスト曲です。どうぞ。はい、ということで、いや、いい曲ですね。知らんだらね。誰のなんていう曲やん、ばこれ。これ、あの黒いで暴走っていう曲ですね。 <え>暴走のまま今暴走暴走って聞こえたじゃないですかなんか超かっこいいいや暴走半島にの暴走にしか聞こえない寒寒いとかそんなところじゃないですようん本当の暴走でこれでこれ黒いはな誰ねどこの人ねこれは、まああんちね、あ日本人一<っ>人でやってるやっぱねバンドで最近ちょっと人気の人たち、えー、黒いバンドなんですね。うん 暴走してないのに暴走って聞いてる<ご>い <laughs> 確かにちょっと柔らかい全然暴走してないな柔らかい曲調ですもんねなんか <laughs> 自,自転車こいでる感じなんだ俺 <laughs> 今今の世代の人たちはこれ暴走に聞こえるないこ<れ>やべえなあっていう感じじゃないですか僕らとは全然違うというか <laughs> はい <laughs> はい、はい、ということで、えー、また来週もやりますぜひリクエスト曲となぜその曲をかけてほしいかという理由やエピソードを添えてお送りください待ってます はい今週の「ムフフ」でございます今日もたくさん来ておりますよということで、はい、もうちょっとま,まだ暑いですけど、うん、まあでもみんな装いはちょっとねムフフは遠くなり始めた時期だと思いますでも寒かったり秋の気配の時もムフフはありますから、ね、ああそうですね、はい、それなりにはいそれでは行きたいと思います、はい、まずは「お読まれたら初めましてのハマチ」ですダルマ ああいいっすね、いいっすねああ。声も出るようになりましたよ、ちゃんと。よろしくお願いしますということで、はいえー、露出度高めの女性を見ると手だれ感があってちょっと苦手なのですが分、うん、かる方いますかねえ私が押したいのは足首くらいの丈のスカートで、えー、袖を汚さないように。 膝の上くらいを掴んで持ち上げる。その時に、あわわになる。うん、と言っても、すねが見える程度ですか。うん、その瞬間がとても無風です。それ多分、袖じゃなくて裾だな、すそ。そうか、すですね。すそ<ー>。あわわってぬや、ね。<laughs> あ、あわ、あらわか。あ,あらわ。<laughs> <laughs> あらわ,わになるって、みやがや。<laughs> あらわになるな。<や>あわ、ちょっとわかる、まあ、これ。 ちょっとこう上げて何回も言ってますけど、はい、出すよりは隠してくれた方がエロい特にこのムフフとか隠れてるところがちょっと出てくるっていうそっからちょっとチラッと見えるっていうのがいい確かにそうこれ上げるかあ俺あれ好きなんだよなあのね、はい、なんかジーンズ生地みたいなやつの素材で、はい、もう長いスカートで、はい、それこそ足首ぐらいまであるやつで,はい、はい、でそのままだと歩きにくいから、はい、ちょっとそばが切れてるわけ。 なるほどい,いわゆるスリットっていうが入ってるやつあれデージ好きなんだあのスリットから見える足がいい、えー、あちらちら確かにありますねそういうのスリットは素晴らしいですねスリット素晴らしいですね, <laughs> ですねナイススリット <laughs> 本当に <laughs> 本当にいいですよね本当にいや素晴らしいはいちょっとしたこれもいいムフフでしたね、うん、はい、えー、それでは続きまして、えー、マッツンさんから いいただいてますす、はい、無夫婦ですファンタジーなシチュエーションに「むふ、ね、えー、自分は24時間制のジムに通ってるんですが、うん、いつも通りトレーニングをしようとジムへ到着したら駐輪場に見覚えのあるママチャリが、はい、ふとトレーニングをしてると事務所からこれまた見覚えのある女性そうこの女性は半年前に同じアパートに引っ越してきた奥さんだったのです。お 子供の保育園の合間のパートとしてジムの掃除や受付などをやっているわけで喋ることとかはありませんがなんか大人の DVD で人気ジャンルとして隣の美人人妻さんが<ー>的なファンタジーを想像したりしなかったりお二人も普段とは違う制服姿で頑張っている女性ってかっこよかったり2割増しで可愛く見える制服姿ってありますかということでいやいや。おっしゃる通りですはい いやもう制服はねだからあ,のあれなんですよね銀行が制服から下流集なりはい、はい、でなり内地のニュースとか見てたら銀行の制服もやめようみたいな、うん、自由にしようみたいな話になってますけどいやあれは残してほしいんだよな確かにそうですよねうん、まあ、もちろん制服としての当たり前の機能ととしてもそうなんですけどうんちょっとこう。 なんていうんですかね想像もさせていただいていろいろ楽しめますんでれあれですかね俺は今セクハラですかね俺これいやいやいやあのただこれ願望 <laughs> 言ってるだけなんでそうですねそういうだってさちょっと職種は違うからあれかもしれないですけど例えば警察官とか消防官とか。はいはい お医者さんとかがもうじゃ何でもいいよつってかあのなんかお医者さんがやスウェットとパーカーでや大丈夫ですか近所さん言われてもや確かにそうですよね気持ちも入らないですよねでしょいやいや危ない怖い怖い怖いってなくえ何気かく着てないっつってはいはいそうですよねいでしょなんかいですねや確かにやってほしいですね銀行なり銀行は銀行ちょっとあってあったら僕は単単に目の保養になるかなって思いますいや確かに制服っていいと思いますよ。 はいありがとうございますはいはい、えー、続きまして大阪からノガポンさんからいただきましたムフフですピチッとしたパンツを履いて階段を一段飛ばしで登っていくお姉さんにムフフなるほどはいこれはいいですね見たことない、えー、ピチッとしたパンツを履いているお姉さんが 駅の,駅の階段で目の前を上ってるだけでも無夫婦なのに急いでいるのか一段飛ばしだとさらにお尻が見ないようにするけど目の前にあるものは見ちゃいましたということであ急いでるかこれねそっか内地でよく見る風景ですこれ駅があるからなるほどそうですね、はい、駅と階段っていうんあんま沖縄な,ないんで駅でそうですね曇りかがあっちゃあっちゃしてんか階段あんまりないでしょないでっっかいスーパーパ行ってもうそんな なないんんですもんね走ってるなんてる、ね、ラジオ・キラー階段にしがみんない<あ>エレベーターしか使わんからよ1回ははははから2回もエレベーターだからかそう,う,うちなんちゅっぽいですねこれ <laughs> もうとにかく歩かないってやつだからね確かに、うん、いや確かにナイならではかもしれないですねピチッとサパンツかそっかということはもうちょっとした形も見えちゃったってことかな、うん、素晴らしいですね、はい、え続きまして ヒージャーパイセンさんからいただきましたムフフ。えー、靴屋で試し履きしてるときに、フィッティングしてくれるネーネーが、ワンの足元にひざまずきして、ひもとか締めてくれるんだけど、胸元ゆるゆるの服履いてるから、パイオツが丸見え、さらにブラもブラ,ブラも浮きブラしてて、レーズンも、あい,いや、貧乳最高 <laughs>。 <laughs> あい,いや,いやはいはいいやものすごいの見てしまいましたねこれはこれはまあでも本人のガードがちょっと甘いですねそうですよねはい、はい、そんなに甘すぎですねこんなの今時ありますからねそんな全店みたいなやつというかまあでもあの靴屋でこのなんか「これ大丈夫ですか?」とかってこの吐かしてる時でまあまあ胸チラは置いといても、はい、あの時点でもちょっとなんか ななんていうのか,な確かにあ昔の王様ってこんな気分だったんだろうな, <laughs> なんかいろいろやってくれるから <あー S 2> もう取り巻きの人たちがやってくれるからそういうのはありますね確かにいやでも靴屋俺やらしたことないんですけど自分で全部やるんで<う>んいやでも靴屋さんだったらもうちょっとしっかりしたの胸元はねちょっとちゃんとしとかないと絶見えますからねそうですね。 ちょっとでもあれですかヒップさんにしてはちょっとやりすぎって感じしますいや好きですけどギリギリの方がたうんあんまり見えすぎるのはあれかな確かに。<え>いやすごいと思いますよヒージャパイセンさんはいありがとうございます、うんえー、じゃ続きましてミーバイマルバイさんからいただきましたムフフ、はい、領収書を書いているお姉さんにムフフおなんで、えー 会社の買い物で金物店に行きレジのお姉さんに領収書くださいと伝えると、えー、机に前かがみになりますああそういういことかするときれいな谷間が丸見えで寄せてあげてのきれいな谷間でしたリーチクが見えそうで見えない感じがいいんだよなヒップさんケー,ジャーケージャーさんもやっぱり見てしまいますよねということでこそれは目いきますね確かにいきますやっぱりゆるい やっぱり見えますね確かにかがむと女性の方はそういう服が多いと思うんでカラモニはあるんすね<う>でも何何な,な,なのかねこのなん宇宙のような神,神秘さ <laughs> 確かに急に空気感が変わりますよね「<laughs> おっ!」てなりますもんね何かなんなのかなほ本当にこの辺り、うん でその胸,胸元のあたりっていうのはもうな確かにそうなんですよもう簡単に言えばね,ねそういうことなんですよね、はい、男性からしたら、はい、これもう確かに素晴らしい空間ではありますねほん、はい、<本当> <laughs> えじゃあ続きまして、うん、ビールジョーグンさんからいただきました「ムフフ、はい、試着室のカーテンの下部分から見える」 脱ぎっぱなしのジーンズに無封<ー>。ああ <laughs> いいとこついたなまた。すごい想像力ですね。えー、先日服屋に行ってズボンの、えー、試着をしたしたんだけど。うん あここの試着室空いてると行くと女性ものの靴があり脱ぎっぱなしのジーンズがカーテンから少しはみ出していていろいろ想像したっては女性ってこういう時きれいに畳むイメージがあるけど人によって違うよねっていうことでは確かにそれもあるかあ<ー>出すパターンの女性か急いで着替えたんですよねたたまあ確かにこの、まあ、場合はそうでしたねなんていうの 脱ぎっぱなしでこのなんていうのボンヤンバネみたいになってる、バネみたいになってるようにはやらないけど、取ってなんかパッとややるかもしれんけど、いちいち畳はしないんです、ね。そうですね、細かくはしないですね。ちょっとま、うん、まとめるじゃないですけど、ぐ<ー>らいはあると思うんですけど、<ー><ー>ここからは想像、ここも確かに。 いい想像ですねこ,こういうのが楽しいですね確かにそうですねああこれ入るときにどういう服を持って入ったかもし見てたらもっと素晴らしいああそう、ね、可能性が一応ありますけどねああああこれはこういう想像するのが楽しい、ね、想像は素晴らしい <laughs> 今日もたっぷりもありがとうございましたはいと、はいはい、いうことで来週はですねやってはいけない選手権のコーナーですお題はめっちゃおこりん坊の上司の誕生日会でやってはいけないことということで めっちゃ怒りん坊ですよ。めっちゃ怒りん坊の。その本人の誕生日会でやっていけないことということで、そこでボケてくださいということなんですけども。へったくそのドリカムのを歌を歌うことじゃないですか。<laughs> あの、ごみたいな確かに。が歌っない男が歌うとかね。ああ、なるほど。全然いらんやつ。確かに。女の人が歌ってる爆笑ですね。おじさんが。<laughs> 上司の誕生会のでハハハハハやらやしいじゃんみたいな感じになりますね <laughs> はいということで、はい、めっちゃ怒りん坊の上司の誕生日会でやってはいけないことでボケてくださいということで以上今週の「ムフフ」のコーナーでした。メロディアスな出張 あなたが今一番伝えたいことをヒープとケイジャージがメロディーに乗せて叫びます日常に染むなぜどうしてや他人の行動に何か納得いかないことをこの機会にぶっちゃけたいことなどを皆さんの心の叫びを代弁します11月の課題曲はキラキラ星変奏曲ですということではいじゃあ早速いきましょうはい赤く染まった俺中海下さんの作品おかえりなさい元気でよかった 先週の放送で KJ さんの声が久々に聞けて思わず泣けてきたよかっこほんとぴょんえーお笑い芸人の定めかな自らの病気のこともお笑いに帰るその精神力さすがです <laughs> しかし病気に年齢は関係ないからねお体ご自愛くださいませこれからもスーパーのよもやま話楽しみにしてますよ今度サバ缶の詰め合わせをお届けします<わ>それではサバラ<あ>っかっコまことちゃんのギャグ ああありましたね<ー>いやありがとうございますえ<ー>、はい、どうにかはい持ってきましたので元気にやっていきたいと思いますよはい,はいあのサバの差し入れはもう随時お待ちしておりますねもうサバはもういくらあっても大丈夫ですよ僕は、うん、本当にありがとうございますということでえー、じゃあ続きまして <laughs> はい、トモ文さんからいただきましたメロディアスな主張降、はい、水確率20％信じて干したら雨ふ うわ20かうわ、えー、まさに今日<ー>ヤフーの天気予報でもしばらく雨は降りませんつってたのに「よくさーや!」ということでいやー<ー>いい一番信じられるのは俺あれなんだよなえっとねスマホのアプリでウィンディーっていうのがあってなるほど天気いっぱいあるんすねアプリがあれはねあと何分ぐらいしたら雨降るとかね え、それぐらいもわかるんですよ。そんな細かくですか。はい、すウィンディー知らん。これ業界の人みんな,なウィンディーよく使ってるけど。ええー、はい。俺、元からついてた天気のアプリやってたんですけど。はいはい、あんま、あったらんけど、みんなこれでよく見れるなって思ってたんですか。うそういうことなんですね。いろいろあるんですね。ねあんまりね、全国のや、全国のやつとかは、結構細かくできないから。ああ、なるほど。あ、そういうのがあるん、ね。んですこれなんですけど。あ、ウィンディー。あ うわすごい風の向きとかでいろいろ分かって例えばじゃあ沖縄ね「めっちゃすごい」「な」とか大きくするじゃないですかこうやってはあははあ、でこれ時間進められるんですよ<わ>じゃあ金曜日の何時頃はどうなってるかとかって,ってえめっちゃすごい生雲にしといてこれどんどん進めていけば雨降るなあとか。 なるほどじゃあそういうことらしいですよ友文さん友文、うん、さんじゃあ俺パターンなのかな、うん、テレビテレビはどうなのまあローカルは結構根ざしてるんじゃないですかうう天気、うん、いや確かに車とかも気をつけてくださいね本当にはいじゃ続きまして、はい、国分寺の加藤ちゃんの作品「ヤマトのドライバーさん名前が佐川さん」 こんなことあるんですねっつってなるほどまあこれはでもしょうがないでしょうああまあ、ね、他社他社ではありますけどそうですね大和の佐川さんってなるわけですねはい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 そっか今も大変らしいですからねそういう業界というかあれもいろいろ人不足とかでだからラジオ機内で働いてる人がだから琉球放送って名前って言うから <laughs> ややこしいですね。どんな名前がっていう名前ですけど。そう,そ,うそうですね確かに。そういうことですねはい。えー、はいえー、じゃあ続きあ,あ時間かはいはい。ど、ねはい、えー、来週もえー、たくさんの参加待っています以上メロディアスな主張のコーナーでした。 エンディングです。この番組では皆さんの参加待っています。宛先は db 八六四アットマーク r okina ドット co ドット jp です。たくさん参加してください,い。やっぱりやみあがりだからでしょうかね。<laughs> ねいろいろねあれですけど、ね、今日はもいきなりヒープと <laughs> ケジージアジノっていうタイトル言うからびっくりしましたけど、<laughs> 番組のタイトル言ったからね。で今日ねまたあのリクエストのコーナーでもですね、<laughs> あ,あのリクエストいただいた方の内容を紹介してないんですよ。二倍、ねはいはい、マルバイさんのリクエストわかります？トンネルズさんじゃないですか。正解です。ガジャイもガジャイも。 今でケイジャーのモンパチだな。そうです、そういうことですね。ちょっと紹介できます。誰誰でしたっけ？はい、のなんすケージャー。僕はピアノアイスさん。アイスさん、そうそう、モンパチでしたけども、また懲りずに皆さん送ってくださいよということでお願いしますと。はい。ということでまた来週ですね。この時間のお相手はケイジャージとヒープでした。あざさ。バイバイ。